こんにちは、春合わせです。今回はね、西洋タンポポについていろいろと調べてみたら面白いことが分かりました。今回は西洋タンポポの花を分解してどんな作りになっているかっていうのを見てみたいと思います。はい、では西洋タンポポの花をね、実際に分解してみたいと思います。先ほどね、摘んできた西洋タンポポです。こんな風になっています。中心からね、ちょっと同心円状に花が広がっています。裏返してみると、こちらのね、双方辺がそっくり返っています。これがまあ、西洋タンポポと日本のタンポポと見分ける特徴の一つと言われています。でね、もっと裏返してみると、一番外側の花びらだけ、黒っぽい色がついています。はい、では、ちょっと香り聞いてみますね。うん、粉っぽい香りがします。でよく見ると、雌しべですね、コローンと出てる雌しべって思われるしべが出ていますね。で横から見るとこんな風になっています。ではちょっと分解してみましょう。花首を、茎を折って真ん中から崩していきます。ちょっと切れ目を入れて裂いてみます。はい、どんな方の作りになってるかな。おお、はい、こんな方に真ん中にはね、たくさんのこうタンポポの綿毛の元になっているようなものと、小さい種の元が見えます。で、端っこの方一つ一枚外しますね。このような海になっています。実はね、タンポポはこの花びらのように見えているんですけれども、よく見ると、5枚の花びらがくっついて1枚の花びらのようになっています。こういう花の、花のことを合弁花、合わせる花弁の弁の花と呼びます。でこちらの、先っぽの方に、こっちの方が分かりやすいね、こちらの方をくるんくるんと巻いてるのが雌しべで、その下にあるしべの糸のように見えるものなんですけど、ここがおしべになっています。でその下に、タンポポの元になっているものと、あと種子の元があります。でこれ一つがタンポポの一つの花です。でそれがたくさんお花が集まって、まあ、花束みたいになってるんですね。こういう花の形のことを登場花って言います。コスモスとか、まあ、菊とか、ガベラとか、ひまわり、まあ、菊か今言ったんですけど、菊の花は全部、まあ、ほとんど、全部かな。こちらの、登場花という花の形になっています。ではね、実際、このタンポポさんがお花いくつ集まってるかっていうのをね、せっかくなので一つずつ、分解して数えてみたいと思います。ということで、全部花の分解が終わりました。なんとなんとね、このタンポポさん148の花が集まっていました。で分解していて感動してたんですけど、一つ一つね、全部同じ花の形してるんですよ。まあ、花びらのね、大小っていうのはあるんですけれども、中心の方行ったら花びらとかがもしかしたらないのかなってこう見てたんですけど、
全部が全部こう綺麗にね、同じ形、花の形をしていました。一つおまけなんですけどね、こちら写るかな、じゃーん。綿毛を作ってこの後タンポポは飛ばします。でこのね、中心のね、綿毛の後、飛んだ後の跡が綺麗でしょ。ご存知の方もいるかもしれないですけど、このね、並び方がフィボナッチ数列という数列に当てはまることができます。気になる方はまた調べてみてください。はい、ということで今日は、西洋タンポポの花を分解してみました。もしね、お手も、近くに花が咲いてたらね、タンポポの花がこういう仕組みになってるんだなーって、こう、ちょっと違う目線でね、タンポポをめでていただいたら嬉しいなと思います。で、もっと面白いのは西洋タンポポのね、繁殖方法がまた面白いんですよ。もう極端に言うと、この花びらとか、花粉とか、中東ですね、こちらは繁殖に必要なかったということが分かっています。また別の動画で取り上げます。はい、最後までご視聴くださりありがとうございました。さよなら。